有野川とかの河川の書き出し、土砂の書き出しをした後、こういうふうな公園、至る所に公園あるんですけども、その木とか植えてるところの周りに、土を置いてあげてほしいんですよね。こういうふうに根っこがもうむき出しになってるんですよ。で、こうなってくると、まあそちらの木は、まあ木が近すぎるっていう部分もあって、もう完全に、枯れ始めています。枯れていますね、完全に葉っぱをもう。まだ9月中旬ぐらいですのに、葉っぱは全然ないですからね。だからこちらはまだ葉っぱ残ってますけども、もう木見てもらったら分かる通り、もともと公園への植林って難しいんですよ。しっかりとした土と、根っこが、しっかりと隠れるような形で土を置いてあげなきゃならないので、移植してこう持ってくるような作業はそもそも根本的に意味ないんですよ。それだったらバイオマス発電に回した方がいい。で、彼、移植する前とかだったら、木材として加工できるでしょうし、基本的に合板ですから。だから、この木も、もう枯れ始めてはいるんですよね。亀裂が入っていて。で、この隣の木もそうですね。もう真ん中から朽ち始めてる。もう葉っぱの色とか見たら分かりますよね。もう葉っぱ一応ついてるけども枯れ始めてる。で、この木もそうですね。もうこういう風に、木の周りが剥がれてきていて、まだ土置いてあげればなんとかなるかもしれませんね。ああいう風な枝の部分とかだけ、切り落として、まあ、この木はまだ大丈夫そうですね。まあ、この周りとかに土置いてあげて。で、まあ、この木はもう、かまど発電行きですね。まあ、この木もそうですね。かまど発電行きですね。なんとなくでも、見たら元気なさそうだなっていうのを見ていてわかると思うんです。まあ、こちらの木もそうですね。あとはこちらの木もそうですね。もうだいたい葉っぱを見たときに、だいぶその青々とした葉っぱが9月上旬とかついていたら大丈夫なんですけども、9月上旬や中旬の時点でね、これだけ昨日葉っぱが変色し始めていて、特にこういうふうに中は空洞化が始まってる状況では、もう朽ちていく一歩なので、早く木材、まだこの状態だったら良い部分はまだ木材として使用できますね、左手の。木の方とかだったら、もう朽ちていく一方なんで、もったいないですね。資源の無駄遣いになるので。ここはね、蟻の児童館、蟻の児童館の目の前にある公園です。まああちらに、まあ松屋さんやひよさんがあってというところですね、場所的には。まあこの辺りの木とかだったら土置いてあげたらまだなんとかなるかもしれないですね。ただ木の感覚とかあんまりなくて、まあそちらの木なんかもう完全に弱ってますから、かまど発電機ですね。まあこういう状態ですね。基本的に土をもっと持ってあげなかったら、下の方は大体もうどこでももう根っこは出てますからね。この辺りとかも根っこですよ。だから本当は根っこを隠しといてあげなかったら、そこから根っこから水分を吸うものですから、だからまあ土をこういう風なところに入れてあげると。で、河川の下に石があると思うんですけども、こういう風な鉄格子の手前の方を、石で、石畳を作ってあげて、土がこちらの手前に流れ出てこないようにする。まあ向こうの木で言うと、手前の方に石畳を、まあ、10センチなり20センチなり、組み上げていって、土を入れてあげると、まあ、そういうような形ですね。こちら、蟻の中町の公園なんですけども、こちらの方も、河川の土砂のかき出しが終わったら、土をああいう風な、木の周りとかに、入れてあげてほしいですね。
まあ、この辺は大丈夫だと思いますけど、いや、入れといた方が良さそうですね。まあ場所は歩道橋のあるすぐそこの公園ですね。有野中町です。こちら神戸市北区有野中町3丁目の14、こちらにも、公園があるんですが、河川の土砂、かき出した後、有野川の、まあ、あちらの方に有野川があるんですけども、まあこういう風なところ、木が生えているところの上にまあ土を入れてあげてほしいですね。まあちょっと盛るような形で、河川の底に石とかあると思いますんで、まあちょっと奥の方のところを石で覆って、間コンクリートを入れて、土が向こうの側溝の方に、溝のところに流れ出ないように、していただけたらなと思います。まあ、この横とかも同じですね。ぐるっとこの木の生えてるところ一面にという形ですね。まあけどこの木もだいぶもう弱ってますね。もともと移植自体が無理っちゃ無理なんですけどね。まあ、この木もだいぶ弱ってますね。枝とか見たらもう分かるかと思いますけども、あと葉っぱの色ね。うん、この辺の木もそうですね。もうバイオマス発電というか、かまど発電域ですね。このまま放っていたら何の資源としても活用できないですね。枯れていく一方で、ああいう風に虫に食われてるのかな、ああいう風な亀裂の入り方は。この辺の木とかだったらね、まだ大丈夫そうなんですけども、土さえ入れてあげたら。まあ、この木ももうダメですね、もみじの。もう根元こういう風なところから空洞が始まってますから。横なんか、もう下の方こんなんですよ。これもかまど発電域ですね。この木はまだちょっとわからないですね。土入れてあげて、根元、根っこのところを覆ってあげたらまだ元気になるかもしれないですね。で、この木ね、葉っぱの色は悪いんですよね。まあ、見た目は丈夫そうな木なんですけども、切ってみたらね、底の方が、中心部の方がこう虫に食われてるような状態というか、まあ木が病気になってるというか、まあ空洞化が始まってる状態っていうのは結構ありますからね。まあこちらはもう完全に蒲田発電機ですね。木はまだ大丈夫ですね。まあ土を入れてあげてというところですね。この辺も土を入れてあげたらまだこの木も元気そうですんでね。こちらの木もまだ元気そうですね。こちらのもみじの木ももう本当は時間の問題だと思いますね。なあ、蒲田発電域でいいと思いますよ。で、この木を育てていくというような形ですね。ここ間、まあその根っこ、そこの方で根っこの部分がね、養分の取り合い、水分の取り合いとかになってるでしょうから。以上です。あと、こちらの方も有野中町の公園なんですけども、まああちらは桃源郷という老人ホームで、もう田口駅からすぐ近くですね。安明公園ですかね。
まあ、この辺のところも、木の周りに基本的に土入れていただいたらいいと思うんですけど、もうこの木も、蒲田発電域ですね。もう割れてきて、いずれ台風とかで倒木になるでしょうから。で、まあ、この辺の木とかは大丈夫だとは思うんですけども、この辺のところ、この公園の場合は草ですね。草をこう刈り取ってもらったら、まあ30リットルのゴミ袋、数袋分いっぱいになるでしょうし、まあバイオエタノールを作る方向で、でこちらの方は。このもみじの木はまだ元気そうですね。葉っぱを見て、まあ、だいぶ青々としてるので、この辺は土入れて下の草刈ってあげたら、まだ元気に存在すると思いますね。あ、こちらの方はもう無理ですね。養分の取り合いで負けてしまってますから、まあ、早めに蒲田発電行きですね。まあ、この木もそうですね。根元割れてますね。ぐるっと回ってみないとわからないですかね。もう倒れる寸前でしょうね。ここまで来たら。これも蒲田発電機ですね。まあ、ノコギリとかで簡単に切れると思いますよ。もうここまで来たら。斧とかだったら、もう数回、斧入れたら、簡単に切れるでしょうね。まあ、高さもそんなにない木ですからね。まあ、倒れる方向さえ間違えなかったらすぐに、離れたらいいんでね。こちらの木は丈夫そうですね。まあ、この辺も、草刈り取ってもらって、で、土を入れてもらうと、その木はもう完全に枯れてるんで、蒲田発電域ですね。放置しておくのが一番もったいないですからね。どんどん木が消滅していくだけですから、その枯れてる木に関して。もともと、まあ、公園への植林っていうのは向いてないんですよ。都市部でも大体同じですよ。ほとんどのところが。もともとそこに生えてた木とか根っこが残ってるところで、水分がうまく補給できるような仕組みがあるから、生き残っていけるだけでね。まあ、港川神社の周りとかそうですよ。山の斜面の中から雨降った時にアスファルトの下を通って水が流れ込んでいるから、そこは貯水槽みたいな形になってるんですよ。アスファルトの下がね。まあ、ある程度湿ってるというか、水分のある土。だから、もともと根っこを地面の中に張り巡らされている港川神社のあの周りの遊歩道とかの木は元気なんですよ。水分が供給できるから。以上です。